羽生譲る、深夜のリンクが良い、小水のリハ、プロ転校までに目撃した満身創痍な、王者の歩み。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。プロのアスリートとしてスケートを続けていくことを決意いたしました。7月19日の記者会見で、こう決意表明をした羽生譲うる、27、今後は競技会に出ることなく、 アイスショーなどで演技を披露していくこととなる。14年のソチ、18年の平正オリンピックで2連覇を達成したハブ。その功績が称えられ、歴代最年少となる23歳で国民栄誉賞を受賞した。そして、3連覇も期待された今年2月の北京オリンピックでは、フリーで悲願だった4回転アクセル、4回転半ジャンプ、4アンペアに挑戦。転倒や回転不足もあったが、 国際スケート連盟から世界初となる4回転アクセルだと認定された。だが、異様を成し遂げた一方で、身体の行方にも注目が集まっていた。今回の会見で、ハブは、これから競技会に出るつもりはないですときっぱり、結果に対して取るべきものは取れたと思いますし、そこに対する評価をもう求めなくなってしまった気持ちもありますと語った。そんなハブは、 平正オリンピックが終わった時点で引退しようと思っていたとも告白。ただが、4アンペアの達成や4大陸フィギュアスケート選手権も含めた大会で金メダルを取ることを目標に続けてきたといい、4回転半にこだわり続けた結果、北京オリンピックまで続けることができたと話した。その上で自らの気持ちの変化に触れ、自分が努力したい方向だったりとか、理想としているフィギュアスケートを追い求めるのは競技会じゃなくてもできる。 むしろ競技会じゃない場所の方が、皆さんに見ていただけるのではないかと思って決断しましたと語った。そして今後も4アンペアを含め、チャレンジしていく姿勢を見せた。北京オリンピックでは前人未到の4アンペアに挑んだハブだったが、右足首の捻挫を抱えながらの挑戦だった。痛み止めの注射を打って臨んだものの、大会後の会見では、普通の試合なら完全に危険してたと明かしていた。深夜の猛特訓。 満身創痍のリハーサル。これまでも幾度となく怪我を乗り越え、満身創痍ながらも夢に向かって挑戦してきたハブ。そんな奮闘ぶりを本市も見てきた。20年9月上旬の深夜0時、地元宮城県仙台市にあるリンクに入っていったハブを目撃。ここは彼が12年にカナダに渡る前に練習拠点にしていた原点とも言える場所。さらに11年3月11日。 ハブはここで練習中に被災し、その後壊れた建物の再建のため、多額の寄付もしている。黒いスポーツウェアの上下に黒のキャップをまぶかに被り、顔にはマスク。トートバッグを手にした彼は、慣れた様子でためらいなく建物の中へと入っていた。それからちょうど1時間後、ハブの父親と姉らしき女性、ハブ本人、そして最後は母親の順番で出てきた。車に乗り込んだ一家が帰っていったのは、 深夜1時過ぎのことだった。この深夜の猛特訓は翌日も行われた。前日と同じように家族で訪れ、ハブの服装もほぼ同じことから習慣化しているようにも見えた。また今年5月27日に開幕したアイスショー、ファンタジーオンアイスの数日前にもハブを目撃。ショーのリハーサルだったのか、千葉県内のリンクから出てきたハブは、運転手の男性にお辞儀をしながら送迎のワゴン車に乗り込んだ。 レイン正しさは相変わらずだが、その姿は以前よりほっそりと痩せたように見え、やや疲れた顔が印象的だった。乗り込んだワゴン車には母親も同乗し、スタッフも乗せてリンクを去っていったのだった。小前日に放送されたテレビ朝日のインタビューで、長年挑んできた4アンペアについて聞かれたハブはこう話していた。自分がフィギュアスケートをやっている中での熱量の根源みたいなものなので、ずっと目指していけたらいいなと思います。 変わらぬその思いを抱きながら、今新会地へと羽ばたこうとしている。羽生譲るプロフィール、宮城県出身。2014年ソチゴリンに出場し、フィギュア男子シングルで日本人初となる金メダルを獲得。2018年平正オリンピックでも金メダルを獲得し、オリンピック2連覇という偉業を成し遂げる。2022年にプロ転向を表明。現在プロスケート選手として活躍中。 ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。